オトラグロケットは1970年代から80年代にかけてオトラグ社によって設計されたモジュラー式の人工衛星打ち上げロケットである。オトラグロケットは複数の大量生産されたユニットを組み合わせてできており、1から10トンあるいはそれ以上の衛星を軌道に投入することを目的としていた。大量生産によって類似の打ち上げ能力を有する。 従来型のロケットの10分の1の費用を目指していた。オトラグクラプークラプーを組み合わせることによって多様なオトラグロケットを製造することができた。観測ロケットには4本あるいはそれ以上のクラプーを並列に束ねる予定で上部に積載物を備える構造だった。軌道投入用のロケットは積載物の重量に応じて数十本から100本のクラプーを使用する予定だった。 ロケットの段に相当するのは燃焼後のクラプーを外側から切り離し、内側のクラプーは積載物と共に飛行を続ける。クラプーは実質的には短い管で連結された直径2 7センチメートル、全長1 6メートルの交換だった。クラプーは鏡板間に固定用の管を追加したアルミ製の鏡板によって内部が3分割された。 前方の管内は主に硝酸と4酸化に窒素の混合物による酸化剤で満たされていた。次の区画は燃料であるケロシンで満たされていた。これはロケットの燃料用として生成された高価な RP-1 ではなく市販の灯油だった。最後の区画はエンジンが備えられた。燃料の配管はケロシンの周囲に硝酸を送りエンジンへ入れる。クラプの設計は すこぶる単純だった。タンクは推進剤を加圧によって供給するために十分な強度を備え、ターボポンプを用いないガス圧送サイクルを用い、しかも一般的なガス圧送サイクルと異なり、高圧ヘリウムタンクや熱交換器も持たず、タンク内に600 p シで充填されたガスで圧力を得る。詰まるところ、ペットボトルロケットと全く同じ方法で燃料を噴出するわけである。 エンジンはアブレーション冷却を採用したことによって再生冷却や耐熱性ケロシンを不要にした。エンジンはジンバルによる角度調整ができないものだったが代わりにマルチコプターのように対角線方向のクラプーの推力を変えることによっていった。そのためエンジンは管の内壁内に収まるように機構は出力、調整弁のみで単純に製造された。 細い管なので区画間の鏡板は他のロケットのようなドーム状ではなく単純な平板だった。点火装置は備えられず代わりにフルフリルアルコールをケロシンよりも先に噴射した。フルフリルアルコールは硝酸と接触するだけで着火する。管の直径が小さかったので圧力隔壁は通常のロケットのようなドーム状ではなく平らな板が使用された。点火装置はなく 小酸と接触するだけで着火する、自己着火性のフルフリルアルコールを、灯油の供給前に噴射した。アブレーション冷却の使用による十分な量のアブレータの搭載、安いが重く強度が低い高圧鋼鉄構造体、ガスを貯めるために、タンク内に広い空きスペースを確保しなければならない、ことによりクラプーは重く、低性能になった。缶の直径が同様に、 エンジンの直径を厳しく制限したことによって上段に高効率の工房長ノズルの使用ができなかった。クラップは3段で軌道に投入する予定だった。これにより2段式よりツヨルコフスキーの式より重量の悪影響を減らしている。会社の基本的な打ち上げ設計はイトンを軌道に投入すると主張された。予想では3段目が4機のクラップ。 その周囲に2段目が12機のクラップ、その周りを囲むように1段目が48機のクラップで構成されていた。より大型の打ち上げ機では重量物の打ち上げに可能であれば数百機のクラップを使用すると予想された。規模の経済によって、廉価なそれぞれのクラップは年間100機。 あるいは可能であれば1000機以上生産することによって既存のロケットよりも安く打ち上げることを期としていた。さらに多数の小型のエンジンを個別に燃焼することによって高信頼性と冗長性を与えられると予想された。会社の見通しではクラプーは徐々に安くなることを見込んでいて回収と再整備式打ち上げ機は単純なユニットを製造することに勝らないという見通しだった。 貯蔵可能な推進剤と少数の作動部品により、車上での運用も同様にとても簡略化されることが予定された。これらの利点は低飛水力と打ち上げ重量効率の欠点を補って余りあると期待された。エンジンはドイツとアフリカの試験施設で地上で試験された。実験では多様な燃料と酸化剤の化合物で試され全体設計は剣道だった。 ザイールのシャバノオスとリビアのセバオアシスで小型の4機が製造、試験され、20から5 0トルの高度に到達した。使用されたロケットの全長は6メートルと1 2ルだった。基本的なクラップの概念は作動することが示されたが、いくつかのロケットでは誘導や部品が失敗した。オトラグロケットの最後の打ち上げは1983年9月19日。 s レンジで行われた。この打ち上げでオトラグは高高度研究に使用された。政治的圧力による計画の中止はオトラグの記事を参照。1987年に会社がリビアから撤退した時にいくつかの機材は政府に接収されたが、計画を継続するための十分な部品と知識はリビアから失われた。最近では同社が助言を与えていた。 インターオービタルシステムズに類似のモジュラーロケットの設計がネプチューンシリーズに導入された。アルマジロエアロスペースの創設者で最高経営責任者のジョン・カーマックは2006年5月にオトラグの設立技術者であるカイザーにあって原型の研究機材のいくつかが対応された。私は数ヶ月ラッツ・カイザーに対応していくつかのことを学んだ。私は真剣に 濃度98%の過酸化水素によるオトラグ型の大規模なクラスター型の廉価なモジュール式の軌道周回設計を検討して、すでに軌道周回打ち上げ費用を大幅に低減する実行可能な方法の一つであると確信する。ラッツと詳細について協議した後、私はこれは大幅な軌道投入能力を獲得する最も廉価な開発であると考えた。最終的には、 再利用可能なロケットが引き継ぐだろうが、現在の予算でできるすべての方法でこの方法が最良であると確信した。個々のモジュールは既存の機体よりも単純で、私たちは手作りの試作機を量駕する、より生産性の優れた生産方法を見つけるでしょう。2006年6月アルマジロエアロスペース更新。ありがとうございます。